マグネットマグネットアカデミーのエレンです。エナです。イズです。今日の企画は絶対に鳴らしてはいけない即興カエル化選手権です。まず音源を流します。どんぐりコロコロだったらチャラララララって始まる直前にお題を出します。食べ物の。そしたらその食べ物について歌をミスするっていう替え歌を自分で。それを笑ってはいけないんだよね、周りが。そう、オッケーオッケー。見てる二人はこのホイッスルを加えて、うん、音が鳴ったらアウト。アウト。一番鳴らした人が負ける最終的にってことだよね、うん、じゃあやっていきます。シャー。最初の音源は大きな栗の木の下です。はい、これです。テンポ危ない。あ、もうまだでは、まずいきます。豚汁なんか、具材入れて豚の汁が合致した豚汁よもぎだった。ひどいよ。みんなひどいって。これさ、自分で何回笑ったかわからなくないの。3回ぐらいやってたよ、自分も。ダメなもん、みんなマイナス3分なんで。いや、さ、すっごい自信あるんだよね、これ。マジ、うん、超むずい。むずいよ、本当に。本当に。唐揚げ。唐揚げ食べたくて作りました。小麦粉と鶏肉を混ぜ合わせて、油の中に飛んで。すごく美味しくてサクサクよ。むずいわこれ。でも一番分かったかも、こんな感じ。だって調理過程言ったから。そうね、作り方言ってるだけ。あ、最終的にね。二周目いけます。泣いてマジ、なんか笑い泣きしてるもんね。面白すぎて。超面白い。ね、さっき。いや、まず真剣に。いちご大福。いちご大福包んで。アントが苦手なんで。リンゴ飴。リンゴ飴って何ですか。リンゴ飴って何ですか。リンゴ飴でコーティングして気をつけないと血が出ちゃう。リンゴ飴って何ですか。何ですか。お前それ言えばいいと思ってる。じゃあ。しかもリンゴ飴でコーティングしてんですよ、リンゴ飴を。ちょっとダメだわ、やっぱお手本見せるわ。石焼き芋。焼き芋食べたい、車で来たよ。ほっかほっかって立ってるよ。おじさん、焼き芋一つください。とてもほわほわ嫌だったし。
のさ、トラックあるじゃん。いや、それはわかるよ。それから買うよっていう話を。買うよじゃなくて、うん、石焼きも説明しなきゃいけないじゃん。あー、そっか。ちょっとなんかさっきはシチュエーションなんだよね。作る過程とかレシピとかさ、ちょっと楽しいとかになっちゃってでは、ここで BGM を変更したいと思います。はい、続いての BGM、こちら。蜂が飛ぶ、はい。いやもう3週目だからちょっと慣れてきた慣れてきた、はい、冷静に慣れてきた。水水冷たいな、氷を入れたらゴクゴク飲めるよ、いろはすごたさーばうまいだね。もう今のは結構出てた、うまくなった。だって多分自分で書いたからかもしれない、ワンちゃん。水むず、イロハスウォーターサーバーとは。ウォーターサーバー、イロハスウォーターサーバー説明して、どういう意味。イロハスもあるし、ウォーターサーバーもあるよ。水の飲めるコンペイトー。簡単な話、コンペイトー。コンペイトー、あ、これも痛いんです。口に入れるとほろほろ、じゃりじゃりじゃり、食べてるみたいだね、コンペイト美味しい。もう覚えてないんだよね全部なんか悪口これも痛い続けないで終わっていつもでも普通に悪口で話、悪口しか言えないかもしれない、ね、やばいよそれは。美味しそうにみんなに伝え、あ、そうそうそう、これが食べたいと思うように伝え、うん、分かんない人もいるかもしれないから、その食べ物いや、いるかもしれない。そう、パクチー、緑の葉っぱサクサクしてたまに苦手な人もいるけど香辛料みたい、とても美味しい。ラスト、それでは参ります。パクチー、みんなで野菜おいしそうに食べたい、かわいい感じの葉っぱがとても大好き、でもよろしく、ね、パクチーはやばいってめっちゃ焦ったんだけどだろうなと思った、だろうだあーめっちゃ、最後までよろしくよろしく情報の一方だよパクチーの即興の能力がなさすぎる即興むずいむずいねこれむずい、これ結構出てこない、意外とやれるかなって思ったけど、うん、ね、全然いけると思ってた、うん、難しい、難しい結果でした。でこの中で誰が一番吹いてたかっていう、うーん難しい、うん、まあそうですね、でも最初は結構鳴らしてたんですけど、うん、自分まあ後半えのさん、いや、うん、でも
まあ、怪しいかなっていうのは怪しいかなって思うんですけど、リンゴかなっていうのもある、うん、買ってきたパクチーを食べようじゃん、食べるっていう、こうカメラ関係なくて普通プライベートで、そう、プライベートで一番今日笑ってたなって思う人にじゃあ指差しで、うん、せーの、はい、いや後半が結構畳みかけてたなっていうイメージがまた爆音でなってなんかさ、よろしくだよ、やばいでしょ、他の人も笑かせに来てるじゃんよろしく、誰がよろしくだよ。じゃあパクチー、本当にパクチー食べれないの今、吐く、吐く、吐くと思うよ、もう無理だもん、マジでセロリとかも無理だからさ、マジで無理。コリアンダーでしょ、コリアンダー、コリアンダー、コリアンダーない負けはエナさんでした。まあいい、まあ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 仕方ない、いいよ、もう100歩譲っていいよ、多分あの息が結構漏れちゃう方、うん、違う、多分2人は横から出してたんだよ、いやちゃんとこうやってこうやってたの、こうほら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 ないでしょ、ここからだからずるずるして、あ、不正、不正じゃないこれ、不正しまいやめろ、それだけは言っちゃダメではこの替え歌が良かったなって思った人は高評価とチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイ。まだ止めちゃダメだよ、カメラを。と思いきや、と思いきや、と思いきや、うん、いやマジでマジでパクチーやめる、お願い、お願い、最初からパクチーがかかってるってだったらもっと吹かないで頑張れたの、怖いよ、パクチーってどんな味だっけ、マジパクチーなんかあんまり食べたことない人生、そうそう、セロリで全然癖、今買ったらいけるかもって、いや絶対無理だよ、マジで無理、え、セロリ食べれる、うん、あ、じゃあできる、いや、美味しい、嫌いだけど食べれる、いやセロリってあれだよね、マヨネーズつけて食べれるんだよね、ブロッコリーの、うんうん、食べないけどついてくる、あ、そうそう、これでいい、これいいよ